悪く言ってしまえばその人あの事件を人事というふうに捉えている部分もあるような気がして、ではなくて原発は日本中どこにでもあるし、そのどこででも今回のような事故も事件と言ってもいいんですけども起こる可能性があります。それは今回みたいに天災がきっかけかもしれないし、人為的なミスがきっかけかもしれないし、ひょっとしたらこんな社会情勢だからテロの標的にされるかもしれない。とにかくあの原因は何だってもいいけど、ひょっとしたらこういうことがどこかで起こるかもしれない。僕はその時に家にも帰れなくなったし、あの施設とかもう土地とかそれまで積み上げてきたもの全部なくなってしまったし、もう3月の寒空の下凍えながら夜を明かしたりもしたし、避難した中通りの方に避難した先で食べるものが流通していなくて山菜をその時食べたので、だから結構な量の内部被曝も多分その時したと思うし、その後の避難生活の中で祖父は亡くなりました。そういう思いをする人がこれから先よそのところで起きるかもしれないっていう、そのことをもう一人一人日本だけじゃなくて世界中含めてですけれども、この原発の問題っていうのは誰一人として他人事ではない、次の被害者があなたやあなたの大切な人になるかもしれないっていうのを、そのことを忘れないためにも僕はその福島に戻ってきて農業をやるという道を選択しました。で、福島で農業をやる以上は福島で農業をやる以上はきちんと食べ物を安全な食べ物を作ってそれを消費者に届けていくというのが必要だと考えていまして、で確かに福島県放射能による汚染ありますけれども、作ったもの全てが汚染されているというわけではありません。大事なのはどこで作られたかではなくて、作られたそのものが安全かどうかというのをきちんと測って、でそれを出していくことです。で今年すでに僕も小規模ながらお米を作りまして、で周りにいる農家と農家の方とも一緒に全袋検査をしました。確かに僕微量出ることもありますが、ほとんどは出ません。結局放射性物質も均等に広がっているわけではないし、あとはその土地にあるもの全部作物が吸収するわけではありません。ですのでやっぱりそこは福島だからとかそういうことではなくて、ちゃんと測ったかどうかというのを、逆に言えば場所が離れていたって放射性物質は移動して遠くにも静岡のお茶っ葉から出たり千葉の方から出たりとかもしていたので、逆にそこはなんというかその偏見で怖がらないで正しく怖がって、そして安全な食べ物を食べていってほしいというのが福島の農家としての僕のお願いです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて鈴木さん。ここの場所でも毎週金曜日に、ここっていうか、こちらの道路に面した方になるんですけれども、官邸前行動にこうしてなんだ、サウンドデモじゃないですけど、なんかそういう街中行動みたいなことをやっています。私はもう子供が中学生で大きいので、ごくたまにそこに混ぜてもらうことがあるんですけれども、先日そこで話をしたことの中に、除染だけが進むとか健康の問題だけが進むとか、そういうことがなく、そういうことではなくて、多分国や東電が自分の責任をちゃんと認めれば全部のことが一気にわーって進んでいくんじゃないかなっていうような話を参加した人たち何人かとしました。それで私がこの1年半か震災後から1年半で、子どもチームの活動を始めてからももう1年以上になるんですけれども、その中で起こったことっていうのが、問題を小さくして、例えば福島に住んでいる人、福島で子育てしている人は子どもの虐待をしているとか、避難した人のことを逃げたとかっていう小さな争いとか分断にしてしまうのではなくて、やっぱりそこは一つ乗り越えていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。何が間違ってるとか何が合ってるとかっていう問題っていうのは今ものすごく難しい問題なんじゃないかなっていうふうに思うんです。
むしろそこを乗り越えてこの事故が何で起こってしまったのか、で今この、状態が何でこういう状態になっているのかっていうのをみんなで一緒に考えていく、その小さな分断を乗り越えていくってことができないと、原発を再稼働したい、もう、それ再稼働を目論む側の思うつぼだと思うんです。あ、こんなことで揉めてやがる、この隙にいろんなことやっちゃえっていう感じにきっとなるんだと思うんです。なので、今一度この事故が何で起こってしまったのかっていうところに目を向けて、みんなで手をつないで、これはおかしい、再稼働反対していこうっていう声を上げていけたらいいなっていうふうに思います。寒い中今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に時間がなくなってきましたので、伊藤さん、上さんにはあと持ち時間1分程度でお話しいただければと思います。伊藤さん、それじゃあ全部はしょって青年の皆さんにメッセージです。私から特に訴えたいことだけお話しさせていただきます。それは皆さんの次の世代の問題です。すなわち今小さな子どもたちです。あるいは小学生なんです。全町民が避難した浪江町がありました。ここは1700人の小学生と中学生がいたんですが、全国にチリチリになりました。浪江の教育委員会でこの全員にアンケートを送ったんですね。その結果分かったことは、半数以上の子どもたちが家族がバラバラになっているということが分かりました。さあ、親友から話されただけでないんです。家族からまで話されているんです。その子どもたちが全国690の学校に散らばっているということも分かりました。驚くべきことも。で、その最後にアンケートがありまして、皆さんに紹介したいんです。一人は自然がいっぱいでわらびが取れる町になってほしい。じいちゃんはわらび取りの名人です。大人になった時、浪江町はあるのでしょうか。友達と勉強や遊びがしたい。町長さん、東京電力に行っておいてください。原発さえなければ友達と離れて遠くに避難しないとよかったの。こういう悲痛な声を上げているんです。二度とこういう子どもたちに被災な、ひどい目に遭わせない。それは皆さんも未来があります、青年が。でももっと長く生きるのはさらに皆さんの次の世代です。そのためにも皆さん、青年の皆さん、原発ゼロにするために立ち上がろうではありませんか。全国の大きな運動にしようではありませんか。これが私のメッセージです。ありがとうございました。最後に神さんから一言。はい、どうもありがとうございました。私はやっぱり福島を原点にして全国で原発を本当になくしていくということでの大きな取り組みをこれからも皆さんと一緒に続けていこうと思います。でやっぱり実は明日も福島から北海道に、私出身北海道なんですけども、避難されている方もいて、そういう方々の話も聞くんですけれども、被災者の皆さんの生活の問題、それからなりわいの問題、これがその時々どういう状態にあるかっていうことをしっかりと把握をして、やっぱり必要な対応策、解決策を国に迫っていくっていうことをやりたいと思います。そして同時にですね、今非常に国民の怒りを買っている問題に、復興予算が関係のないところに使われていると、国民の税金がですね、そういうところに回っているってことで大きな怒りを呼んでいます。14億円もかけて中央省庁のですね、官庁の耐震工事だということでやっていたりですね、それから戦闘機のそのパイロットの育成をするために、その教育費にということでお金が回っていたりとかですね、巨額のお金がそちらの方に回っている、こういうこともですね、本当に怒りを買っているわけで、こういうことをやっていくような政治を本当に大元から変えなきゃいけないと。子どもを守るためにも、そして本当に命を守るためにも原発はなくすと
いうことで皆さんと力を合わせて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんから適切なまとめのご発言をいただきました。私の方からはもう重ねてまとめを申し上げることはいたしません。もう時間もかなり超過しておりますので、これで、第一分科会を終了させていただきたいと思います。パネリストの皆さんどうもありがとうございました。参加者の皆さんどうもありがとうございました。それでは司会を引き継ぎます。シンポジストの皆さん、コーディネーターの渡辺弁護士、本当にありがとうございました。会場の皆さん、どうぞ大きな拍手をお願いいたします。